こちらがですね、終焉を迎えつつある水耕きゅうりです。はい、葉っぱちっちゃいですね。何入れてからおかしくなったんだろうな。なんかですね、根っこがやばいですね。はい、もう死んでますね。ってことでこちら今日処分してきますんで、本編動画の方に処分風景載せますんで、ご視聴よろしくお願いします。臭いっすねこれ。はい、まず水を抜くんでしょうね。こちら抜いときましょう。水は抜いても抜かれるな。はい、ご一緒にどうぞ。水は抜いても抜かれるなと。はい、抜きますよ。こちらを抜いとけばですね、多分午後やりやすいですよね。水は抜いても抜かれるな。えっ、根っこがすごい。根っこ絡んでましたね。はいはいはい、これはいい感じですね。はい、こっちこぼれてますよ。ほら、はい、ちょっと匂い、あ、そんなに臭くもないですね。はい、あのようにですね、水を抜いて、はい、やっていくと思います。本日も一日頑張りましょう。最初はピヨピヨじゃんけんパー、じゃらん。いやー、今日はですね、2コンテナキュウリ収穫しましたね。200本ぐらいですかね。200本あるかな。200本あればですね、袋詰めが3箱できますんで、はい、今ですね、袋詰め80本、4本詰めの袋でですね、20袋で80本なんですけど、それが今2000円ぐらいしてるんですよね。だから3箱出れば6000円。はい、昨日は2つ、一昨日は1つ。そんな感じですね。ちょろちょろです。ちょろ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 